まるで特撮作品に出てきそうなこちらのロボット、 JR 西日本が来月から投入する秘密兵器です。2本ある腕は40キロの重さのものを持ち上げることができ、高い場所での塗装作業や樹木の伐採など様々な危険な任務をこなすことができます。人が操縦しますが、作業人員をおよそ3割減らすことができ、 JR 西日本は人手不足解消の切り札として期待しています。